ルートン戦でクロップが満面の笑みで拍手を送った遠藤航のプレイがこちら。試合終了間際のこのプレイ、相手にボールを当ててゴールキックにする。拍手を送る名将クロップ監督、この笑顔である。遠藤がいることによってファンダイクとか守備陣がめっちゃ楽になってる印象。自分でバークリーからボール奪って相手に当てて GK にするとかさすがだな。フル出場のこの時間帯にこのプレイは地味だけどナイス。クロップの笑顔と拍手が遠藤の素晴らしさ物語ってていいね。遠藤はこういう地味でスタッツに現れないところが本当にいいんだよな。遠藤ってなんでこんな酷使されても怪我しないんだろう。あークロップリバプールも半年後には見れないのか。悲しすぎる。今日も渡るはスーパーでしたわ。日本戦見るなー。